どうも、リンクチャンネルの横山です。今回は、イマスクさんにお越しいただいてですね、トレーニング方法であったり、打球方法というか、まあ、言語化、私ちょっと苦手で、まあ、そういうところをちょっと教えていただきたいなと、はい、思っております。で、イマスクさんの、まあ、過去の経歴だったり、まあ、現在に至るまでのことは、概要欄に書いておりますので、まあ、そちらをご確認ください。それでは今日は、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速、今日のテーマなんですけど、私、指導、今、8年目ぐらいに、まあ、突入したところなんですけど、過去に、まあ、これ失敗だったなっていう経験が多々あるんですが、その中の一つに、まあ、その体をしならせて打った方がいいよとか、例えば速いドライブ打つ際にここでピタッて振りが止まってしまう人っていうのはボールが走りませんよ、回転かかりませんよ、一発でドーンっていくときはスパンってしっかり振り抜いた方が球が走りますよっていう、ある程度のこう知識はもともとあったんですけど、でもそれがどういう理屈でそうなってるのかっていう言語化がうまくできてなくて、まあ、うまく伝えれてなかったなっていう、過去にもっとちゃんと細かく具体的に説明してあげれたらもっと生徒さんは分かりやすかったのになっていう、多分こういう言語化がうまくできてない指導者の方、まあ私も含めそうなんですけど、多いんじゃないかなと思って、ちょっとこれを教えていただきたい、はい、振り切れるって何なのか、腕がパーって振り切れたら球速いよね、回転かかるよねっていう、ある程度皆さん分かってると思うんですけど、そのちょっと言語化を、はい、お願いしたいんです。わかりました、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、では早速お願いしたいんですが、最初どうすればいいですか。はい、そしたら打球をフォアサイドからフォアハンドドライブをちょっと打っていただいて、はい、でその上で今その動きっていうのが解剖学的にどういう動きになっているのかっていうのを簡単に、はい、説明したいと思います。はい、はい、ちょっと股関節の動きを少し分かりやすく動きさせてもらって、まず曲がるっていう運動があります。まず曲がるっていう運動が入って、その次にひねるっていう運動が加わります。で、この時に曲げてひねるっていう運動がされることによってお尻の側面だったり裏側っていうのがストレッチされます。この運動がいわゆるため、はいはい、まあ、よく指導者の方がそうですね、ため、まあ、ためろって言いますね、はい、いやこれがいわゆるためという動作があって、このためっていうのをうまく効率よく使うためにはまず曲がる、ひねる、これができないとためっていうのにはちょっと許してもらえない。曲がる、ひねる、はいはいはい、でまずためが行われた後にこれが、逆方向に運動が入れ替わる、これがいわゆるラケットを動かす推進力、この推進力を使ってそれを回転をかけるっていう運動に変えたり、またはフラットに当てるスマッシュみたいなところに、はい、ボールに対して何を加えるのかっていうのは変わりますけど、基本的に股関節の運動っていうのは類似していると思います。はいはいはい、そこを踏まえてもう一度股関節にちょっと焦点を当てて、はい、もう一度見てもらって、じゃあもう一度いきたいと思います。曲がるっていう動作とひねるっていう動作、確かにありますね、はい、うん、曲げてひねる、お尻が少しこうストレッチされたような状態を作って、うん、その上で足元でしっかりと地面を蹴り出すことによって運動は連鎖的に行われます。ここがこれがありますね、はい、そうです、はいはい、それが、まあ、専門用語でいうとトリプルエクステンションだった、トリプルエクステンション、はい、要するに3つの関節をしっかり伸ばすっていう運動なんですけど、はい、まあ、それは例えばスクワットのような曲げて伸ばすっていう運動と類似しています。足首、膝、はい、股関節、はい、この3つの関節を使うことをトリプルエクステンション、エクステンション、はい、わ、はい、かりました、まあ、この3つの関節が動いて、はい、要するに、運動が行われるので、ラケットを動かす推進力に変わる、はいはい、なるほど、
で僕がさっき言った、はい、腕が止まる人が球が遅くて、はい、振り切れる人が球が速いんだよ、はい、っていうところに、はい、やっぱり結びついてくれてる。そうですね、はいはい、ちょっとその説明をお願いしていいですか。わかりました。まずはその腕が止まるっていうのは、まあ、腕でその運動を止めてるっていう時点で腕のその関与っていうのは非常に大きいと思います、はいはい、でつまり、振り切れるっていうのはそこにあのラケットを動かすっていうところの腕の力っていうのはあまり関与してないと思います。要するに振り切れるっていうのは自由に動かしてるっていう状態に近いのかなと思います、はいはい、つまりあのここで大事なのはしっかりと下半身で溜めたこの力っていうのをトリプルエクステンションのようなしっかりと伸ばしきるっていうパンっていう力、この力を使うことによってラケットが結果的にあの動く、自分で動かすんじゃなくてラケットは結果的に動くっていうその自由度が高い運動を作り出してあげるのがやっぱりこう振り切れるっていうところには大事なんじゃないかなと思います。なるほど、はい、もちろん補足説明で言うと、はい、あの実際の打球の時に股関節を毎回ビヨンって伸ばしてるかって言ったら伸ばしてない場面の方が多いです、うんうん、でじゃあトリプルエクステンションじゃないじゃんっていうふうに思うかもしれないですけど、大事なのは曲げたものを瞬間的にでもドンってこう、はい、いわゆる伸ばす力がそこに瞬間的に加わるってことがすごい大事です、はいはい、これが大きな瞬間的に、はいはい、瞬間的にエネルギーがそこに発生して体はいわゆる平身運動のような、はい、体重移動だったりというのが行われる。これをその後に左の足でしっかりと止めてあげるっていう動作が加わることによってその動作が急激に止まります。急ブレーキをかけます。左足でがストッパーになるっていう。そうですね。右足でためを作ったこの力を回転運動で動きが、じゃあ左足がないとバーンってそのままいっちゃうっていう。そうです。その動きを左足でパッて止める、はいはい、っていうことですか。そうです。はいはいはい。じゃあその大きなエネルギーを右足がしっかりと作り出すっていうのと、はい、それと同時に反対側の左の足っていうのがその力をしっかりと受け止める、はい、ブレーキをかけてあげるっていうことが行われることにより結果的に上半身っていうのはその慣性によって腕が振れてくる、はい、止めることによって振り切れるよっていう。そうですね。なんであの電車に乗ってる人があの急ブレーキかかると煽られるっていう、はい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 、同じような力が上半身に加わってるって考えていいと思います。そういうことなんですね。振り切るってそういうことですね。そうですね。右股関節に溜めた力を爆発、まあ、蹴る力で力を爆発させるんだけど、はい、左足でブレーキをかけることによって腕が振り切れる。そうですね。そういうことなんです。いや今僕さっきちょっと上回転少し強めに股関節意識しながら打球したんですけど、はいはい、確かに腕は振ってる意識はないです、はい、からこのパンってここを意識しながら、はい、気づいたら球が飛んでいってるっていう感覚には確かに近い、はい、これはね勉強になりますね。いやこれを言語化できる人ってやっぱ少ないと思うんですよ、指導者の中でも、はいはい、振り切れ振り切れとは言うんですけど、振り切るってなんだっていうところで僕も、うん、何なんだろうはい、ところではあったので、はい、今回今草に来てもらって、はい、これを教えてもらいたいなという、はい、すごくこうストンとこう腑に落ちるというか、はい、いやー勉強になります。振り切るっていうことに関しての理屈は分かりました、はい、でその他にじゃあ振り切るためにここも大事だよみたいな補足がなんかこう、はい、あればまた教えてもらいたいんだけど、この、はい、この股関節と左足で止める、はい、っていうこと以外にも何か必要なことがあれば教えてほしいんですけど、そうですね、まずは足の運動を、まず入れ替えるっていう、蹴り出して止めるっていうこの足の運動がすごく大事なんですけど、それと同時に大事になってくるのは、左手の使い方がすごく、フリーハンドです、はい、フリーハンド、はいはい、
で、このフリーハンドっていうのが、まあ、世の中でもどうやって扱うかっていうのがちょっと定義づけてないために、はい、なんかこうこれをじゃあこういう風にしましょうっていう風にじゃあなってるかって言ったら、僕もちっちゃい時からこう卓球やってきてちゃんと教えられたことってあんまりないんですよ、はい。まあ、確かにフリーハンドっていうキーワードは点々として出てくるんですけど、でフリーハンドをどうやって活用するかっていう考え方まではまだいない。でじゃあこのフリーハンドどうやって活用するかってところで言うと、基本的にはこのフリーハンドっていうのはあのいろんな活用の仕方があって僕はいいと思います、うん、あの例えば、こういう風に打ってる選手もいれば、うん、こうやって巻きつける選手もいれば、後ろに引き込む選手もいれば、うん、いろんなの形があると思うんですけど、基本的にはこの回転運動っていう上体を回すっていう運動に関して、右の股関節が曲げて伸ばすっていうこの回転の力と、反対の手がそれを引き込むまたはリードするっていう運動が加わることによって、自分の回転中心っていうのはより一層回転力を高めることが可能になります。よりなので回転の補助です、はいはいはい、フリーハンドをじゃあなぜ活用するかって言ったら、そこにちゃんとした回転するエネルギーを発生させるっていうふうに考えると、フリーハンドの意味っていうのは非常に大きいものがあるんじゃないかなというか。リンクチャンネル、はい、ということで、これが前編になります。振り切るとは何ぞやっていう解説をちょっと今していただいたんですけど、後編もありますよ。後編はじゃあその股関節の力を最大限発揮する、体の回転運動を最も効率よく発揮するためのトレーニング方法を教えていただきたいので、それは皆さん後編、乞うご期待ということでお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。